はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語の第9弾やっていきます。なので、この状態でね、まずテストしたい方はぜひ止めてやってみてください。では、早速行きましょう。また、動詞10個ですね。で、一つ目、発音が tell です。tell。で、tell は、ひとまずこの言うって覚えておいてください。で、あとは、まあ、伝えるとか、で使うこともあるんですけど、ひとまずまあ言うっていう風に覚えておくと OK です。で、これは過去形過去分詞変わります。ただ過去形も過去分詞も形は同じなので、この一つを覚えておきましょう。これで told と言います。 told で、次が start です。 start、 これは日本語でもね、どこどこをスタートするとかね、スタート地点とかよく使いますけど、まあそのイメージで始まるですね。始まる。あとは出発するとかっていうのも使ったりもします。で、スタートは規則動詞、ね、ED つけるだけで OK でございます。よいしょ。で、次ちょっと長いんですよね。これ発音が remember と言います。remember。で、アクセントがここに来ます。remember ね。で、これでひとまず思い出す。思い出す。で、あともう一個がぜひね、覚えている。まあ括弧にしちゃいましたけど、これは両方覚えておいてください。思い出すと覚えているですね。で、 remember、 これは ED ごめんね、つけるだけで OK です。よいしょ、こんな感じで、 remember は書くときにここをね、 N にしちゃうミスをよくする子が出てくるので、まあちょっと気をつけてください。両方 M なんでね、 remember は。で、次が run です。run。で、run も、まあ、ランニングとかいうのをよく使うことであればね、イメージつきやすいかも。run は走るですね。走る。で、これは変わります。過去形が A になる。U のところね。run と言います。で、過去分詞は戻ります。run に。まあ、覚えやすいですけど、これは逆でよくミスる。ここを A にしちゃう子が出てきます。ちょっと気をつけてください。で、次がこれで find と言います。find。で、find は、見つける。find で見つけるです。で、形変わります。変わるんですが、両方同じなので、これだけ覚えてください。これで found。ね、find、found、found と言います。では、今度右ね、行きましょう。6番、あれで finish です。finish。で、finish は、まあ、ゲームとかでね、言葉で出てくる時もありますけど、終わるですね。終わる。あとは、終えるでも OK です。まあ、よくどっちも使うんですが、まあ、似てるんでね、ひとまず終わるって覚えておくといいです。で、これは ED つけるだけで OK。規則動詞なんで ED つければ OK です。で、次はですね、わざと並べました。7番、8番。ちょっと似てるんですけど、まず7番が appear です。appear。で、これで、appear、現れるです。何かが現れる。で、まずね、こっちやってみましょう。これまで ED つけるだけなんで、まあ、特にね、気にせずで大丈夫なんですが、今回伝えたかったことは、これ appear。これ disappear。appear に dis、dis ってのがくっついてます。で、これですね、this がくっつくと、まあ、裏返しの意味になるっていうマークになるんですが、これで現れるの逆。まあ、現れないというか、見えなくなるっていう意味になります。まあ、見えなくなるって覚えてください。あとは姿を消すとか。まあ、現れると姿を消す。まあね、こう、逆って思う方もいるかもしれないですが、this がくっつくことによって意味が反対になるっていうね。で、この disappear の方も ED つけるだけで OK です。ちょっと入るかな。ちっちゃくて申し訳ない。入ったら嬉しい。あ、OK だね。disappear ね。OK です。で、この dis がくっついてひっくり返る単語、もう一個あって有名なのが like ですね。で、like、好きってやったじゃないですか。あれに dis が前にくっついて dislike っていうのがあるんです。英語に。で、dislike は好きの反対なんで嫌いなんです。嫌う。人とかね、何かを嫌うときに使います。
なので、まあ、一個一個覚えてももちろん構わないんですが、片方覚えておいて、DIS、DIS がくっつくと意味が反対になる。まあ、直接反対って感じしないかもしれないですけど、そういう風に覚えてもらうのもありかなと思って並べました。で、次が understand です。understand。で、これがまず意味、理解するですね。で、今回ね、長い単語が少し多いんですが、これね、前回のきっかけ英単語8番の9番、同じところ、8の9ね。ここ、スタンドだったんです。ちょっとわざとこれも並べたんですけど、スタンド。で、そこのスタンドの意味は立つだったんですが、それにアンダーってのがくっついてるんです。で、なんでその番号をね、2つ並べたかっていうと、これの過去形過去分詞、まあ、形同じで形、変わっちゃうんですけど、アンダーに、こうなります。understood。で、なんでかっていうと、これスタンド。一個前の動画のね、スタンドね。これも、過去形過去分詞、stood だったんだよね。つまり、この部分の変化、スタンドで覚えてくれた変化をそのままするだけなんです。アンダー変わってないから。っていうのを覚えてほしくて、わざと並べました、これも。まあ、ひとまず意味はね、スタンドと全然直結しないんですが、understand 意味が理解する。で、過去形過去分詞はスタンドと同じ変化をするんだと覚えてください。で、最後が wear です。wear。で、wear は、まあ、服とかをね、着ている。って意味です。服を着ているっていう。で、これは形が変わります。過去形が、こう、wore です。これで、wore。で、過去分詞が、wore の最後が n に変わって、worn って言います。いいかな？ちょっとね、形が変わるんですが、こんな感じで覚えてみてください。ではね、今回も動詞10個やっていきました。で、前回かなの動画で、あと20個ぐらい。ね、だからつまり動画2本分ぐらいかなっていう話をしたんですが、動詞はですね、キリがよく100個にしたいと。動詞100個覚えたねっていう感じにしたいなと思って、これ9じゃないですか。で、最初1、2が動詞じゃないのをやったので、12までかな？ちょっと待ってね。12まで、動詞をやっていこうと思います。だから、今回のを含めずに、あと30やります。で、まあね、本当にもう動詞ばっかりでと思われる方もいるかもしれないんですが、あのね、しつこいが言ってるように、動詞ってすごい大切なのね。英語の長文読むときもそうだし、動詞を知ってるだけで文の流れがつかみやすくなるものなので、ひとまず100個頑張ったねって。いう感じに持っていきたいので、よかったらね、あと30、お付き合いください。で、あとその後は、まあ、助動詞とか、疑問詞とかをちょっとやってみいこうと思っておりますので、まあ、もしよかったらね、今後もどうぞお付き合いください。では、今回もね、ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。次回、一応あさってね、偶数日の16時にまたアップしますので、ぜひそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。